世論調査の取説という、これ朝日新聞の記事なんですが、岸田内閣支持層は新聞テレビ派と疑問系のはい記事がありまして、これあの朝日新聞が3月から4月に実施した郵送方式の全国世論調査を分析したと。調査では参考にするメディアを複数回答で挙げてもらい、結果テレビ88%、インターネットのニュースサイト57%、新聞55%、 ツイッターやフェイスブックなどの SNS15%、ラジオ14%、雑誌8%の順でした。うん、このうちネットのニュースサイト、または SNS だけを参考にしている人をネット限定層、これ全体の7%ぐらいなんですが、はい、新聞、またはテレビだけを参考にしている人を新聞、テレビ限定層、これ全体の29%なんですけども、それで岸田内閣の指示を分析したと。 でネット限定層の岸田内閣支持率は42%。うんはい、全体の平均55%よりも低めでした。うん、不支持率は全体平均33%に対し45%と高めで、ネット限定層の支持、不支持は白中しています。これに対して新聞テレビ限定層の支持率は63%と全体平均を上回り、不支持率は26%にとどまりましたと。 言うんですよ。まあだからそのネット限定、うん、ネットを主に見てる人は岸田政権が嫌いで、うん、はい。テレビ新聞をメインで見てる人は岸田政権が好きみたいな。だろ。老人が好きですか、ね、するとそういううんそういう話になってくるんですね要。要するに老人が岸田政権を好きなんですよ。うん。やっぱ何も変えたくないんですよ。老人たちはやっぱもう引退するわけだし、うん。日本を良くしようとかそっちにエネルギーじゃなくて。 今のまんまで何とか言ってくれっていう人たちがやっぱ多いんで、岸田さんを選ぶんですよ。検討するだけで終わってくれという感じなんですよね。うん、<laughs> で、そこまで思ってるかけかんないですけど。菅さ,さんとか安倍さんとかはやっぱ変えていきたい変えていきたいってやるんで、それやっぱネットの人間とかは好きだけども、うん、やっぱその年寄りたちには受けが悪くて潰されたというところいで、ね、いや、ところがですね、はいはい。安倍政権に関しては、和田さんの言う通りなんですよ。うん 本人も言ってましたけど、うん、あの安倍内閣に関しては、やっぱそのネット限定層の支持率は60%、で全体平均の43%かなり上回っていったと、うん、で新聞、テレビ限定層の支持率は43%、これ、実はあの全体平均と変わんないっていうんですね、うん、うん安倍さんに関しては。テレビ新聞層もまあ平均ぐらいあって、ネット限定層は結構高いっていう。 ことなんですよじゃあ、菅さんどうなのかなっていうと、ネット限定層の支持率は全体平均よりやや低めか、ほぼ変わらず、新聞、テレビ限定層の支持率がやや高めという結果だったんですね。なるほどだからそこまでのその差があるわけではないんですけども、なるほど意外とだから、まあ平均ぐらいは取ってたと、ネットからそこまで人気があるわけでもなかったっていう。うんなるほどねはい のもありましたね。なるほど。岸田さんは、まあ、テレビ新聞で相当な。あの、なんか支持率を稼いでるんじゃないかなと。はい。いうことなんですか?。まあ、朝日新聞に叩かれないように政治をやってるっていう感じですよね。うん。まあ、その歴史問題とかやらないですからね。はい。あの。まあ、これまでやっぱ、ね。 安倍さんとかってそういう論点に対して結構やり合ってましたけど、うん、向きになってましたからね、岸田さんはそういうところそこまで深く突っ込んでやっていかないんじゃないかなと、はい、あと歴史観もないですからね、うんはい、韓国ってどういう国かとか、中国ってどういう国かっていう歴史観、全くないですから。はい いや、ちょっとそこまでわかんないですけどね。日本がどういう国かって、その歴史観もないですよ。<laughs> ないです。ないです、ないです。いやいや,いやちょっとそこまではちょっと僕には言い切れないんですけど。<laughs> はい。はい。いや、大体あれなんですよ。はい、政治家って言わないんですよ。はい、うん。いや、僕もなんかね、こう何人かこう、はい、政治家の方と、うん。いろいろこう喋ったりしたことがあるんですけども。はいはい。なんかこう、普段言わないことを裏では言ったりするじゃないですか。 だから知ってるけれども、うん、やっぱその指示を落としたくないから、うん、余計なこう火種を作りたくないから、うん、なんかあえて言ってないみたいなことって、政治家ってあると思うんですよね。まあ言わない人もいるし、本当に興味がなくて勉強もしてないっていう人もいるんです、うん、それはいますね、<方>間違いなく。両方なんですよ。もう、うん、本当、驚くこと知らないですよ。うん。あの、政治家の人って、歴史とか。はい。だから本当 うん、本当にアホなのか、うん、その狙ってというか、はい、あの分からないふりしてるのか、はい、ちょっと何とも判断しにくいところではあるんですが、まあ、確かにその政治家というのは結果責任ではあるし、今、こういう状態で何も言わないってことは、うん、まあなんか、そう思われてもしょうがないのかなという面もありますし、まあ難しい職業だなと。トップに立ったら言うべきですよね。うん トップに立つまでは言わないっていうんだったらまだわかるんだけど、うん、岸田さんはもう自分の思ってる国家観に向けて日本を持っていかなきゃいけない人なんですけど、そこで自分の世界観を伝えるものがなくて、うん、所得倍増だとか、新しい資本主義とか、まあ、全く自分の中に構想はないのに言葉だけ、 ってきただけですから、ね、スローガン重視ですからね。スローガン重視で、もう新しい資本主義とかで、うん、じゃあ、じゃあ何言っつったら答えられない、これから決めますみたいな、<laughs> なんだそれっていう、<laughs> それで、今回、選挙前だから急にやっとやるっていうふうに言い出したと思ったら、年内に固めようかと思いますみたいな、<laughs> なんだって検討するばっかりでっていうね。うん、いや、ちょっと遅いんですよね。うん、いや、もう本当、お前、だって、岸田政権できても、半年以上経ってるわけですよ。うん、そうです。 それなのに新しい資本主義って、はい、はい、なんかよくわからない、ふわふわした状態のまま、ずっとやってますからね。あのノートに何も書いてなかったってことですからね。<laughs> 首相になったりやりたいことがこれだけあるっつって、あのノート、岸田ノートって見せてたのに、何も書いてなかったっていうね、本当に。1ページ目で終わってんじゃないですかね。あれ、多分人の悪口しか書いてないと思うす。<laughs> はい。安倍は許さん安倍。安倍、あの野郎、安倍は許さん。麻生の許さんとか書いてあるてけだけです。<laughs> だから人に見せられないっつって。でしょ、はい <laughs> はい。ということで、なんか、気がついたら、もう一時間経ちますので。はい。うんはい、スーパーチャットを読みましょうか。そうですね。はい。あと、増税するとは書いてあるかもしれません。はい。はい。増税。<laughs> 増税はするって書いてあるかもしれま <laughs> はい。ええー、はい、岸田文雄さん、五百円、<お>ありがとうございます。うすれば。和也君、こんばんは、首相です。和也君、最近、暑さが身に染みるね。他人事ですね。ええー、どういうとか、国難だよね。一 <laughs> <laughs> 億、火の玉で、この国難を乗り越えよう。 国防費爆上げも原資が必要だよ。国民の皆さん、岸田に、岸田に膨大な投資をお願いするよ。増税に応えてくれた方には、岸田トークンをプレゼントするよ。いらん。<laughs> 首相は国難で、進化が問われるよね <laughs> こ。こんななんかちょっとね、挑発気味な、はい言ってきてますけれども、はい。適当なことを。そうですね。